J2 バケモン図鑑2023年シーズン J2 リーグに所属するバケモン級選手をご紹介。まず1人目はナンバー18ディフェンダーエウシーニョ。ブラジルが生んだ超攻撃的サイドバック。ゴール前での動きはもはやディフェンダーのそれではない。そして何よりダービーでの勝負強さが異常。しかし J2 に四国ダービーはない模様。2人目はナンバー31ゴールキーパー長谷川徹。徳島で2度の J1 昇格、J2 降格を両方とも経験した唯一の選手。どれだけ正ゴールキーパー争いが激しくても結局どこかで長谷川に落ち着く。3度目の昇格は。そして最後はナンバー8フォワード柿谷陽一郎。言わずと知れた徳島の魂。若手時代は同僚曰く基本舐めてますなスタンス。徳島で成長した柿谷も今やベテラン。背番号8に見合う男になれるのか。